月14日、RX ユーザーが大手デリバリーサービスでマイターンを利用した際に起きたトラブルを告発した。 A さんが注文した寿司は、寿司ローセット12種2人前、24貫で7320円の商品だ。外に到着した配達バイクをなんとなく見ていたら、不審な動きを始めたので、慌てて動画を撮影しました。配達中の揺れでネタがシャリから落ちたのだろうか。動画には容器内に置かれた寿司を配達員が素手で一つ一つに次々とタッチし、形を整える様子が映されていた。配達員が、出前なんです、と普通にやってきたので、自分が、これ何してんの？ありえないよね。と動画を見せると、消毒はしたんで、と言い返されました。そういう問題じゃないし、気持ち悪くて食べられないよね。と伝えると、作り直してきます。と返され、もういらない。と言ったものの、次は大丈夫です。と言ってしまいました。1時間ほどで新しい寿司が届きましたが、また同じ配達員が来たのに驚きました。さすがに食べる気にはなれず、出前ファンにクレームを入れました。 A さんが出前ファンに問い合わせた結果、今後このようなことがないよう配達員の指導を徹底し、再発防止に努めさせていただきます。いや、対応した配達員を特定できましたため、弊社の基準に従い厳重な処置をさせていただきました、といった謝罪のメッセージが届いたという。また返品対応も行われたというとのことです。続いてスレミンの反応です。1時間ほどで新しい寿司って多分新しくないよ。中には食べちゃうやつがいるから、そいつらよりはまとも。シローを出前するなよ。食いに行けよ、引きこもりか。配達やってたけど、前からシローの依頼が来ても崩れるから開けてなかった。配達員の顔写真とプロフィールを参照できて、配達員を選べる出前システムを作ったら当たると思うぞ。誰かやってみたらどうだ。綺麗なお姉ちゃんならイカの裏までペロペロ舐めるだろう、お前ら。滑りやすい容器だし、チェリーの立ちこぎなら想像にたやすい。予約して自分で取りに行った方がトラブルがなくて安心だよ。なんつうか、シローってついてないよな。ペロペロとか変な配達員とか、やすり店の悪いところが全部出てる。今更のネタだな。ウーバーで散々やってただろ。登場人物全員アホな件。コロナだったら移されそう。商品を触る運び屋は最低だな。消毒液付きお寿司が出来上がり、中身を開ける配達員がいるのはダメでしょ。菌を仕込まれるかもしれない。どんな理由でも中身を開けたらダメだと告知しなよ。崩れていたら電話しろと。崩れててもいいから汚い手で触るな、おっさん。崩れると発狂するやつがいるから、しゃあないな。サービスで握り直してくれたんだろう。その心意気を買いたい。俺は食わんけど。寿司は折り詰めにしろよ。酔っ払いがお土産でぶら下げて持って帰るやつ。というか、残暑が厳しい時期に寿司の出前って食中毒が怖いわ。こんなの日常茶飯事でしょ。知らないだけで、知らないって幸せだよね。悪意を持った人間がやれば大量殺人もできるな。というか、スシローが出前ファンをできんにするレベルの話じゃないかな。裏ではもうクレーム言ってそう。ペロペロ少年はこの危険性を伝えようとしていた。おっさんのエッセンスが味のアクセントになっているのだよ。これ今回だけじゃないだろうし、他の人もやってるよね。機械握りだとネタ乗ってただけだからな。振動で簡単に剥がれそう。素手で握る回らない高級店の方がよほど精神衛生的に嫌なんだけど。以上がスレミンの反応でした。それではまたお会いしましょう。ではでは。